こんばんは。今日は昨日の足の裏のマッサージが、腕のマッサージに続いて腹部、お腹のマッサージをやっていこうと思います。で、前回の動画もそうなんですけど、最後に裏動画というか続きの動画を出しているので、そちらも最後までチェックしてみてください。特に男の人におすすめの内容となっております。それでは、早速マッサージガンを使ってマッサージをしていきたいと思います。ヘッドは丸いヘッドを使ってやっていきます。
今日のマッサージはここまでです。腹筋は真ん中と両サイドと3つに分けて考えてもらえるといいんですけど、サイドの方は後ろの方、腰の方まで腹筋があると思ってもらってやってもらうとより効果的にできます。特に注意するべき点は、まず腹筋にお腹、腹筋に力を入れない。マッサージガンの威力を強くしすぎるとこう腹筋に力が入ってしまったりとかするので、あんまり強くしないようにしてもらえたらいいかなと思います。力が入ってしまうとマッサージ効果が出ないので、力が抜ける範囲の強さでやってみてください。であと、内臓にも負担がかかるので、あまり強すぎると、よろしくないです。内臓を痛めたりする可能性もあるので、その辺は強さを注意してみてください。であと、もう一点は食後、時間を空けること。1時間、2時間ぐらいは、間を空けた方がいいかなと思います。これも内臓に負担をかけてしまうので、うまく消化ができなくなったりとか、あと気分が悪くなったりとかしてしまわないように注意してください。で、合わせてこうコアトレ、体幹トレーニングをやってもらうといいかなと思います。体幹トレーニングした後マッサージしたりとかすると、よりいい状態ができるので、ぜひマッサージとトレーニングを組み合わせてやってみてください。で、この後は続きの動画に入っていきます。それでは、続きの動画見た人は、この後の動画をクリックしてみてください。それでは、チャンネル登録、動画の高評価、コメント、SNS でのシェアなどお待ちしております。バイバイ。